海塚がある野島の島海塚遺跡一の島海塚は、神奈川県横浜市金沢区野島町の野島に、所在する縄文時代早期の海塚。横浜市指定史跡。2021年現在では、横浜市内最古の海塚であり、出土した時の形式は、ここを標識遺跡として、野島式と命名されている。横浜市金沢区の沿岸部。 平方湾の湾口に立地する小島、野島の上部に立地する。野島はかつては、サスの発達によって沿岸部と地続きとなった陸系島であったが、水路建設などで分断され、島となった。島東部には、標高約57メートルの野島山があり、山頂には展望台が設置されている。また、野島山の下には巨大な野島円大号があるが、これは、 太平洋戦争中、海軍の飛行艇格納庫として作られた、延泰号である。周辺は、野島公園として整備されている。なお、かつて島と本土をつなげていたサスの根元には、縄文時代中期から、後期初頭の海塚である正明寺海塚が所在する。太平洋戦争中、防空砲台工事で、海藻が露出し、この海藻から出土した土器が、 赤星直忠の報告により、野島式土器と命名された。土器は、底部が尖った、いわゆる、剪定土器で、縄文時代早期の特徴を持つ。表裏に、貝殻で付けた沈線や、平行線、菱形の文様を表している。貝類は、マガイや、アサリ、鏡貝ガガなど30種類近くが出土した。イルカやサメなど食料となった、動物遺体のほか、 鹿の角で作った釣り針や森、鯨の骨で作った斧などの骨格器が出土している。現在、海藻そのものは、野島山頂の展望台から外れた海を望む崖線部にあるため見ることはできないが、横浜市教育委員会が設置した解説版で概要を知ることができる。ありがとうございます。